マジで食べるの大好き。最高のレナ様のナイスバディが出来上がっちゃうわけ。実際にやって効果があるものだけみんなさんに教えちゃうよ。はい、レナ王国にようこそ、レナです。今日はみんなが私の大好きな大好きな金髪でー楽しみにしてたんでしょ、知ってる。みんなこれ超可愛いって言うんだけど、本当？本当かな？似合ってる？人形さんみたいかな？確かに可愛い。今日はね、なんとレナ様の最強のボディをどうやって維持してきたか、それを撮っていくね。今日はたくさん DM とかコメントとかで質問来たレナ様の最強のボディはどうやって保っててるか教えてくださいっていうのがいっぱいあったんで、今日はそれを語っていくね。本当はね、レナ様はマジでめちゃめちゃ食べるのよ。インスタ見てくれる人はわかると思うんだけど、マジで食べるの大好き。太るのなんて全然気にしてないの。しかもね、旅行 Vlog とかでもよくね、ウェーって食べてんでしょ。この間中国帰ってたでしょ。私なんと7キロ太って帰ってきちゃった。やばない？なぜかっていうと、だって1日5食も食べてもそりゃ太るわ。ポテトもね、しかもね、この前どこだっけ、スイス行った時、ポテトだって大好きやから1回で3皿も食べちゃうの。フライドポテト、おいしい。あれはね、本当にね、悪魔の美味しさ。しかもレナ様運動するの大嫌いなの。だからもう医療の力に頼るしかないの。わかるでしょ、おねえみたい。ウエスト、足、腕、デコルテ、あとはお胸、全部キレでいるために、今日は実際にやって効果があるものだけみんなさんに教えちゃうよ。それではレッツゴー。まず一つ目は脂肪吸引。どこ脂肪吸引しましたか？脂肪吸引は本当にね、いろんな箇所してきたんだけど、まず上腹部、下腹部、あとウエストの両サイドてか、この腰ね、周りと、その次はお尻の横のこのボーンっていうところもだいぶ昔に吸いました。で、その次に足ね、このくるくるってこの全周足を2回ぐらいしてる。で、ふくらはぎももちろんしてる。本当にね、昔って私の足ね、大学の時ひょうたんって呼ばれてたの。マジで本当ね、上はずっと細いんだけど、しかもウエストもあるでしょ、下がボーンだからね、ひょうたん、ひょうたんわかるでしょ。もうそんな感じだったの。だけど今ね、誰が見てもレナ様超綺麗、もうスタイル抜群。そりゃそうだろう、金もお金もお金も時間も時間も時間も借りてんだから。そんな感じかな。え、1回でどれぐらい脂肪減るんですか？ボキーンでさ、結構ボリュームダウンする人はそういうイメージなんでしょ。でもね、ボリュームダウンするよりもどうやったらこのボディのラインを綺麗に保てるかっていうのも重要なのね。ただ単にめちゃめちゃ細くするわけじゃなくて、自分のボディに合わせてメリハリを作っていくのが今現在の脂肪吸引の仕方だから、減量をするよりも形を整える、体のそれをイメージした方がいい。そんな感じだから、何キロとかじゃなくて、でもね、この間裏の太ももと外側だけで2000いったのかな。本当に私ね、骨がちっちゃいから、でもめっちゃ肉つくの。だからかなり吸える。だけどそれよりもやっぱね、綺麗に保てる、綺麗にボディラインを作るのが一番いいです。だからみんながね、ただに細くなるわけじゃないから、それを思っといてください。吸ったところは脂肪つきやすくなるとか、うん、リバウンドないですか？ほとんどね、ないのよ。脂肪の数がめちゃくちゃもう減っちゃってるじゃん、だって吸ってんだから。例えば2000個の脂肪、この黄色の脂肪がブワーってそこにあって、たくさん吸ったらさ、500個まで残りました。この500個を食べても、これぐらいの脂肪がこれぐらいに太らせるだけでも、500個の脂肪が太るのと2000個の脂肪を太るのって全然違うでしょ。例えばその残った脂肪をリバウンドしててもやっぱ細いわ、前昔よりは。全然本当にすごい。
でもダウンタイム辛いですよね。一番辛かったダウンタイムはお尻の脂肪吸引だったの。なぜかってトイレするときも便座って硬いじゃん。マジでうんこするとき本当にもうまず自分の手を一回そこに敷いて上にお尻を乗せてからシュッシュッって抜けるみたいな。マジでね、あれ当たると痛いんだよ。だから普通に生活してて歩くとかは全然余裕、座らなければ大丈夫。そんな感じ。その痛みはどれぐらいでなくなりますか？1週間ぐらいあれば。てか1週間もない、4日ぐらいかな。最初吸った日はそんな痛くない。最初の3日間だね。脂肪吸引は太った後の話じゃないですか、うんうんうん、そもそも太らないためにやってることサプリメントとかありますか？うんうんうん、飲んでる飲んでる。それでもやっぱね、私めっちゃ本当に食べるから太っちゃうんだけど、でもこんだけ食べてこれぐらい維持できるっていうのはもうサプリメントもめちゃくちゃ機能してくれてると思う。確かに確かに、ね、うん、だから全然効果あるし、私がよく飲んでるのはゼニカルっていう、本当にね、例えばよく中華とか食べるじゃん、その中にすっごい油がいっぱい入ってるから、その油をダーって出してくれる、吸収しないんだよもう、その油たちを。脂質っていうのはもうそういうものを食べてやっぱ自分の体にくっつけてそっから太るじゃん。だからそれをまず出しちゃう。もう一個は、太ってから痩せたい時はリベルサスっていう薬を使ってんのね。最初は3ミリから始めたんだけど、3ミリあんまり効かないの、私の場合。多分ね、いろんな薬飲んできたから抗体ができてるわ。で、7ミリを試したらやっぱね、痩せる。そこはね、すごい。そのリベルサスはどんな薬ですか？うん、リベルサスは食欲を抑えるみたいな感じで、満腹感を保てる。本当はお腹めっちゃ空いてんのに、その薬を食べた後食欲がないの。それを見ても美味しそうに見えないし、口に入れてもお腹がパンパンでちょっと入んないわみたいな感じで、食べなければそれは痩せるよ。でもどうしてもダイエットしたい時はリベルサス使ってもいい。あんまりそんな副作用もないし、ただ私めっちゃあの美味しいもの食べたいから、うん、途中でやめちゃう。美味しく食べたいじゃん。やっぱゼニカルが一番愛用してますか？いやもうゼニカル様様レナー様様って一緒で、ゼニカルさんも様様、本当にね、周りに全員おすすめして、最初みんな慣れてない時はやっぱねパンキーとかでさよく折れるんだけど、慣れてきたら漏れもしないしコントロールができる。だからゼニカルとお友達がなれるの。そんなイメージ。どれぐらい飲んでますか？毎食？いや全然本当に毎食じゃない。中華とかあと焼肉食べる時のみしか飲んでない。しかも思ったの、試してみたの、中華ってさどれぐらいみんな頻度で食べるかわかんないんだけど、私連続で2日とかさ3日とかも中華とかもあるのね。ゼニカル1回飲めば3日間効くの、ずっと出続けるの油が、だから全然そんないっぱいいらないし、ただ焼肉ってその時食べてるその肉についてる油をガッて出したいから、例えばさ焼肉今日食べます明日食べますってなると、今日食べて明日も食べます。うん、そんな感じかな。じゃあゼニカルと脂肪吸引で細さを保ってると。そう、もうそれしかない。運動しなすぎて本当にね、細い割にセルライトギュってやると足のセルライトがあるの。だから細いんだよ、細いんだけどやっぱそんなに時間もないし運動するのも嫌い。それだけ言い訳今の。何よりも今のは言い訳。食べ物を全く気にしないですか？全く気にしてない。アイスなんか1日10本食べてる。やばすぎ。やばいよ。家の冷蔵庫を開けば今夏だとさ、ジュース、スイカとアイスしかない。アイス5種類以上ある。アイス大好き。冷えのものは大好き。お胸のケアどうしてますか？お胸は前回私のお胸の動画見てくれてる人は分かると思うんだけど、シリコンとかさ脂肪とかさみんな今ね流行りすぎてんの。だからうちのクリニックねすごい繁盛しちゃってんの。もうしかも技術はもううちはやっぱり日本一とか言っちゃう。私もうすごいレベルが違う。もうお胸っていうのはただ単に大きくすればいいわけじゃないし、形も重視だし、柔らかさとか女らしさとか自然さとかも全部ねひっくりめてお胸って大事なんだよ。女らしさのその綺麗なボディっていうのはメリハリだから、おっ
ぱいが大きくて、そっからウエストが細くて、でお尻っていう感じの方がやっぱりナイスバディって言われる。だからね、お胸は多分ね、大きくする理由ってそういう意味なんだよ。私もう一個好きなのは自分のね、下乳。エロい。エロ。下乳大好きなの、自分の下乳のこのポニーっとしてるこの綺麗な丸さっていうのが、服着た時はたまんないわ。最強ボディ作るにはおっぱいもお尻もウエストも全部欲しいのよ。そんな感じ。皆様は今は何もしてないんですか？ケア。もうお胸のケアは別に、だってもうお胸十分でかいから、別に全然ケアしなくて大丈夫。夜もブラもつけないし、てか普段もブラつけないし、ブラって本当に嫌だ。特に夏ってこの紐がさ、もう引っ張られすぎて、もう痛いみたいな。あと蒸れるし、それがすごい嫌いなの。たまにさ、インフルエンサーでクリームつけて大きくなりました、あとナイトブラをつけて大きくなりました。ごめんなさい、なるわけないや。なるわけがない。その人も包茎してますから。ということで、次行きましょう。ルナ様のデコルテライン。が、すっごい綺麗なんですよ。何をしたらそうなるんですか？いやー、セクシー。デコルテっていうのは、やっぱね、あった方が絶対なんか細く見えるの、この骨がね。溝ができればさ、正しい姿勢保ってるみたいに見えちゃうの。ただ、確かに。そう。姿勢綺麗。だけど、たまにトランとしてるのね。だけど、ここに出てんじゃん、うん。デコルテを作るよりも、まずこの全体的の、この分厚みを減らすっていうのが大事。だから、肩が、例えばこの辺がもっこりしてても、それは綺麗じゃないし、こっから全部繋がってるから、私はいつもこの辺にボトックスを打ってんの。肩ごと。コリも解消されるし、デコルテは特に何も、ほら、運動はしてないんだけど、ボリュームダウンすれば、鎖骨も細く見えるの。この辺も打てれるの。ボトックスね。全部細くなる。多分ね、ボトックスのおかげ。何単位ぐらい打ってますか？100単位ずつ。いつも。100、100。片側100。アラガンのやつを使ってる。あんまりやっぱね、二重ノックス。韓国の薬なんだけど、やっぱ効き目弱いかも。アメリカのやつの方が全然いい、私的に。そんな感じ。どれぐらいのスパンで打ってますか？ワンシーズンまでは全然持つし、5ヶ月に1回かな、本当に肩が凝ってきたと思った時に追加したり、夏ってよく露出の服着るから絶対夏前には打ってる。最近はほら夏になってきてさ、脇汗とか気にするじゃん。だからもう近々脇ボトムします。あーっていうか、もう明日私脂肪吸引します。今どんだけだよ。そうなの、今告白した。明日脂肪吸引します。また動画あげるからね、見てて。生活には支障ないですか？何が？肩ごとしたらするわけないじゃん。でもなんかね、すっごい重たいものを持つとき、最初だけ、あ、疲れる、持てにくいなみたいな、力入んないわみたいな時はあるけど、何回か繰り返してるからその感覚もなくなる。全然普通に何でもいける。一番最初だけはっきり覚えてるのは最初の肩ごとックス。その時まだヨガしてたの。もうヨガの手ここまで来たら、ああみたいな、保てないみたいな。それくらい一番最初はそうだった。そっからも全くない。今は全く何も。こんな感じで私のね、最高のレナ様のナイスバディが出来上がっちゃうわけ。さっきも言ったんだけど、明日脂肪吸引すんの。なぜかっていうとね、また次の動画で見て。うちのクリニックは素晴らしい先生がいるから、自分の好みとかスタイルとかに合わせてカウンセリングしてくれるし、なりたい自分をならしてくれるの。だからいつでも相談して、自分のなりたい自分になって、美味しいものを食べて人生を楽しんでほしいの。他にもこれ知りたいと思ったら、ぜひコメントじゃんじゃんしてください。レナ国民には隠さず全部教えちゃうから。この前のメイク動画見てくれた？その後かもしんないし。とりあえずね、本当にね、いろいろ企画していくから、これやってくださいとかあれば全然コメントしてください。それでは、またー。